江藤玄郎江藤玄郎2月25日から1957年5月3日は日本の陸軍軍人政治家。最終階級は陸軍少将。衆議院議員。東京府管落で江藤玄作は真夫妻の次男として生まれる。その後、父の転勤で奈良に移転。奈良県人城中学校を経て1899年11月21日。 陸軍士官学校を卒業。1900年6月22日、陸軍不評省委に任官し、不評第38連隊付となる。1904年3月から1905年1月まで、日露戦争に出征した。以後、参謀本部副官、関東都督副官、台湾不評第1連隊大隊長、八代連隊区司令官、柴田連隊区司令官、 不評第53連隊長、不評第38連隊長などを歴任。1927年7月26日、陸軍少将に進み、第6師団司令部付けとなり、同年12月15日、予備役に編入された。1932年2月、第18回衆議院議員総選挙で、奈良県選挙区から出馬して当選し、その後、第21回総選挙まで、 連続4回の統制を果たした。1935年、貴族院で、見延べた地の天皇帰還説が問題になると、衆議院で最初に、見延攻撃を行い、見延を不計罪で告発、憲法研究会を結成して、帰還説攻撃で活躍した。1937年、戦時思想戦同盟を結成し、同年7月、赤松勝丸らと、 日本革新党を結成し、党総務委員長に就任。1939年、同党が平沼内閣に反対を表明しながら、江藤が同内閣卓務参与官に就任したことから党内で批判が噴出し、総務委員長を辞任。1942年の第21回総選挙では、非推薦であったが当選。戦後に公職追放となった。その他、 帝国少尉軍人会会長、第二本少尉軍人会顧問を務めた。ありがとうございます。